ここからは慶応高校野球部 OB で森林監督とともに野球部のコーチをしていた経験を持つ井上アナに来てもらいました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、昨日は、ね、ご自分のラジオで号泣しながらこの、ね、野球のことを語ってます。本当にただの放送事故でもう慶応の話はいいんじゃないですか。いやいや今日はこれちょっとサンジャポでやりたいということで来ていただきましたけども、うん、まあ、あの森林監督とはコーチを一緒にやられてた。そうですね、うん、森場さんが私の11歳、はい、そうですね、うん、ニックネームと言いますか、はい、森場さんは11歳離れてるんですけど、うん、私が20年前大学生で高校野球部のコーチをしている時に、うん、森場さんは社会人でコーチで一緒に指導をさせていただいた時期がありました。ね、うん、そんな森場さんとはその優勝後連絡とか取り合ったりは？あの LINE は送りました。お、はい、既読はつきました。お、返信はないです。ないです。でも忙しい。忙しい。忙しい。はい。もう後回しにして。なんで LINE 送るんだよ。LINE 送るんだよ。LINE 送るんだよ。もっと答えてください。もっと答えてください。さあさあ、そんな森林監督をよく知る井上アナウンサーに今日はこちら教えていただきましょう。エンジョイベースボール、常識を覆すって何をしたの？はい、ね、井上アナ、まあ、エンジョイベースボール、常識を覆すというキーワードになっていますけども、うん、具体的にこれはどういうことをしたんでしょうか？まあ、あの全然大それたことは何もなくて、うん、物事を楽しむためにはやはり相当高いレベルで鍛錬して自己責任で結果を突き詰めなきゃダメだよね、うん、その高いレベルに行こうねっていうことの標語だと私は理解してるんですけど、はい、これは別に全高校がやってます、こういうこと、うんうんうん、もうだから本当に変わってきてるんですよね、うん、全高校が本当に、うんうん、でもそこでつかぬことを言いますけど、あの丸坊主やっぱりやった方がいいと思うんですよ。まあ、シャンプー台が浮くし、それだけじゃなくてやっぱり規律っていう意味 でみんなね、ああいうふうに普通の髪型だとどんどんその伝統が、要するに高校野球イコール厳しいっていう、あれで基礎ができてるんですよ。今のプロ野球選手、大リーグ行ってる人含めて、あれがものすごく基礎になってるんですよ、あの厳しさが。丸刈りって本当どう思います？正直言ってちょっとデブランさんらしくないですけどね。自由の国が欲しいな。違う、あれはもう異色なんですよ、高校野球世界中どこもやってないですよ、まあ、それがいい。いや、まるで戦争に行くみたいな感じで、でもあれで強くなってるわけですよ、あの基礎が。すごいですよ。通りで井本さんかと思いました。まあ、髪型はどうでもいいねっていうところに行くといいなとは個人的には思います。坊主もいいですし、丸刈りもいいですし、うん、はい。で、厳しさの点で言うとどうですか？はい、厳しさ、その高校野球独特の厳しさあるじゃない。そうですね、やはり森林さんもよく話す、森林さんも話すんですけど、うん、そのやはり監督にみんながついていくっていうのはもうそろそろやめませんかと、いろんなやり方が正解がなくていいんじゃないですか、うん、でその選手一人一人が監督になってもらいたいと、うん、で実は他の高校では選手がサインを出して試合をやるチームって増えてきてるんですよ。うちはそこまでいけてません、むしろ。あ、逆に。うちよりも先に行ってるチームってあるんだ。もう多くあります。森林さんが独自で取り入れてることって何かあるんですか？独自ということではないですけど、さまざまなチームをやってると思いますけど、例えばあの心理学の先生を入れたり、あとは、あの一つモニター作っていただきましたけど、インタビューもやはりコミュニケーションの力、どう発信していくかっていうのは大事だよねということでコーチングの方に入っていただいたり、でもこういったのは他の、学校でも本当やられていて、大谷さんがメジャーリーグで iPad を見ながら試合中の、なんか見たことある方いらっしゃるかもしれないですけど、ああいうことも結構なチームがやってます。データで iPad を配布してっていうのは、あと先輩後輩の区別なくなんかね、ちょっとそうですね、うちはもう全く今ほぼないんじゃないですかね。でもあの本当に増えてます。大学野球でも、あの1年生が全部準備するんじゃなくて4年生が全部準備しようよ、1年生は自由にやらせようよって大学も増えてます。経営だけじゃない、あの全く全くです、はい。まあ、でもそういったね、令和の福沢諭吉だね。経営は人の上に。まさにね、経営だけにね、うん、はい。まあ、この伝統ある世界で、ね、常識を覆すのはなかなか、シャラさん、はい、周りからもいろいろ言われそうでしょ。いや、そうなんですよ。なんか私まず、うん、その坊主が公式ルールなのかと思ってたんで、うん、あ、坊主頭しなきゃいけない。まさかそのさじ加減、うん、うん、なのかと思わなくて、ね、結構あのびっくりしました最初。でもだそのうちお寺の坊主もみんな挑発だったみたいな。そうだから、でも基本 SNS でなんか見てみて、あのナンパ VS コーハーみたいになってた流れがあった時に、なんかすごいみんな結構だんだんこう なんていうのこの、うんうん、ナンパの流れにこうナンパとかだったのかなって思ってたけど、うん、結構みんな、なんだろう、いいじゃんっていうムードになってったのって、すごいなんかコロナ後得意だなって思って、うん、か
感じました、ね、すごい批判とかやっぱあるんですか、ね、結構あったんですか、そうですね、うん、でも 前監督の上田さんは俺の時からやってたんだけどなってぼやいてました俺の時は批判しか来なかった、やっぱり優勝したらでかいよ、ね、私の学生コーチやってる時批判しか来なかったなるほど、でも確かにドカベンのキャラクターは全員上手、そうなんですよ、ものすごい長いんですよ、漫画でしょ、でもドカベンが多分ね、もう世代的には通じないですよ、ゆうこり、森林監督についてなんか気になることとかあります？その私も昭和の時代なので、うん、もう上下関係が厳しくてもう練習中水も飲めない野球部みたいな感じだったので、うん、今回すごいびっくりして、うん、あのその髪の毛が自由っていうのはそのいつからだったんですかね、うん、慶応は多分戦後からずっとだと思いますけど、これはあのすごくチーム増えてます、あの今年高野連が調査を取ったところ全チームの7割が髪型自由にしようっていう流れになったんです、だからむしろ、はい、多数派になったので、はい、野球だけじゃなかったもんね、坊主ってね、あの運動部がもう全体がそうだったもんね、昔はね、みちょぱなんかここまで来て聞いてどうですか、いやでも結局結果を残したからっていうところはあるじゃないですか、うん、まあそうだね、髪型とかもこんなに注目されたのもだ結果が全てなんだなと思って厳しいとは思いますけど、でもこの結果が出たからこそこれからどんどん変わっていくんだなと思ったら、うんうん、ね、でも鋭くないです普通です自分で言うのもあれですけど厳しいよっていうことを言ってた、ね、自分で言うのもあれですけど普通のこと言ってるだけ、それが気づけないんだなかなか、いやだからね、今後これはなんか選択肢の一つとして、その、まあ、もちろん多分学生たちも、いや坊主がいいですとか、そうです、やっぱりもっとちゃんとやりたいですっていうところもあるとは思うんで、もうでも慶応だからおしゃれな子多いから嫌がってるだけだと思うんだけど、要するに丸坊主だ丸刈りだから言うこと聞くじゃない、服従してだんだんアメリカみたいに個人主義になって、もうポシャりますよ、高校野球の良さが。でもおっしゃることが一つ分かるのは、徹底的にあの確率的にやった方が指導者は楽だと思うんです、楽なんだ、全部練習メニューも確率的、髪型も確率的にやった方が楽だと思うんですけど、そこはいろんな選択肢、じゃあそのうち石田健さんみたいな髪型いいのか、あの今フォローしたんですよ、いいのか、どうしたの、何でそんな、あんただって髪染めてんじゃねえか真っ黒だろ本当は言わないで、ね、外国人ぶって、ね、ちなみにあの井上さんは当時その森場さんとはどこかにこう出かけるとか、はい、一緒にこうなんかプライベートな付き合いとかそういうのあったんですか、これあの私生活は本当に謎な方で人とつるまないで、今あの部関係者に話を聞いても行きつけなどもよく分かりませんっていうのが返ってきましたけど、一回だけ森場さんの家にお邪魔して一回来ないよって言われて、その時はやっぱり奥さんのこと大好きなんだなっていうのは感じたのを覚えてます、なんでキスとかしてた、いや、キスの前にあんまないでしょ、あの発想が小学生なんですよどういうところで感じた、いや、端々でやっぱりあの奥さんが好きなんだっていうのを我々の前にも言ってた記憶がありますし、やっぱり家族が好きなんだなって、誰かと飲みに行くっていうのも家族の時間を大切にしたいみたいな、その時お子さんも生まれた直後だったんですけど、奥さんのことは奥歯って呼んでた、なんか言うんですか、森林だから森林で奥さんも森林だし、森林だし、鋭いよ鋭い、恥ずかしいよみちょぱ今日ちょっと鋭いよ、やだね、これやだね、今日やだな、普通なのよ、ね、イシケンさんは早稲田出身でしょ、ああ そうやっぱ慶応だとなんかこうライバルみたいな、そういう感じなの、でも慶応のこれ付属、あの今慶応高校って皆さん呼んでますけど、うん、僕ら塾校って呼ぶんですよ、慶応義塾高校で、僕早稲田の付属で学院って、まあ、それが高等学院だったんですけど、両方とも結構自由な校風なんですよね、で先生たちも大学の受験がないからこそお前らの好きなことをやれよと、別に部活に入れとか勉強しろとかを全然言わずに、だからお前何が好きなんだ、じゃあそれを突き詰めろっていう結構3年間で、だからこう高校野球の流れが変わってるっていうのもあると思いますし、こう塾校のやっぱりなんか校風というか、自分で考えてかつ頭を使えっていうのはすごいなんかこう一連見てて感じましたね、日大のことはバカにしてます、そんなこと一言も言ってないですよ、目が怖いですよ、ちょっと尺に触る言い方、確かに慶応とは言ってたわ、ちょっとね、ちょっと特別な感じはありますけれどもね、さあそんな中今回の決勝戦で特に注目されたのがこちらです、慶応高校応援団の大声援ということで、声がね、いやすごかったですけどね、
アミーゴも実は慶応高校 OB の彼氏と一緒に現場にいたそうですね。甲子園に誰と行ったかは別として、あの現地に行って応援したんですけど誰と行ったかはどうでもいいんです、はい、あの外野席で応援したんですけど、やっぱり現役の学生さんもたくさん来てますし、はい、OB、OG の方もいらっしゃって、すごい、もう熱気が、一体感と熱気がすごかったです、ね。アミーゴもじゃあやったの、あれ。私も一緒に肩を組ませていただきました。彼と。彼、うん。分かりやすい。ねえ。あの井上さん、今 VTR 最後のところ、あのこのねフライが取り損なっちゃった仙台育英の選手ですけども、ここのシーンでよく言われているのが応援で連携が聞こえなかったですね。仙台育英の選手も実際に声が聞こえなかったという話をしてましたし、やっぱりあの応援のルールっていうものが暗黙である中で、やっぱりどうだったんだろうというのと、まあやっぱり OB はしゃぎすぎだろうっていうのは受け止めるべきだと思います。大丈夫、また泣きそうになってない。ここですげえ泣いてたからね、昨日ラジオの。そうですね、僕も夏の甲子園、こう見えても2回も行ってます、見に。はい、彼氏と。いや、でね、感じ、若い人多かったね。それだけです。それだけならないよ、その人の方は。ねえ、太蔵君もこの慶応フィーバーになんか一言言いたいそうです、ね。いや、別にあれですけどね、本当おめでとうございますですけど、なんか尺に触るね、これ。なんなんだろうね、このイライラする、この怒りの源泉はね、本当に自分の器の小ささを感じる次第です。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。おめでとうじゃない。その顔は何なの、なんでムカつくんだろう。なんだよ。